Thank you.
皆様こんにちは。本日は盛岡さんさ踊りの演舞をご覧いただきありがとうございます。私は2023ミスさんさ踊りの岡根ひとみと申します。同じく菊池莉子と申します。同じく星奈々と申します。同じく照井ゆりかと申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。ただいま披露いたしましたのは盛岡さんさ踊りの復興踊りという演目でございます。悪を追い払い家の中に福が舞い込みますようにと願いを込めた踊りで、福を呼ぶと書いて福子踊りと申します。本日ご覧いただいている皆様のもとにも福が訪れますよう願いを込めて踊らせていただきます。次にご覧いただきますのは七夕くずしという演目でございます。七夕くずしは天の川を立て祭り、水に願いが届いて豊作となるようにこの祈りが込められております。七夕くずしに続きまして、栄える夜の踊りと書きますエアサ踊りをご覧いただきます。盛岡さんさ踊りは8月1日から4日にかけて開催され、盛岡さんさ踊りが栄えますようにとの願いを込めた踊りになっております。そして最後に披露させていただきます演目は、盛岡市大宮地区に古くから伝わる伝統さんさ踊りの基本踊りの代表的な一つ、十二拍子でございます。それでは引き続きお楽しみください。
皆様、盛岡さんさ踊りお楽しみいただけておりますでしょうか。ここで盛岡さんさ踊りについてご紹介させていただきます。盛岡さんさ踊りは毎年8月1日から4日まで開催され、勇壮な太鼓の音色と華麗な踊りの群舞が魅力の岩手県を代表とする夏祭りでございます。昨年は4年ぶりの通常開催が行われ、4日間で延べ113万8千人の方々に足を運んでいただき、大変盛り上がりました。盛岡さんさ踊りの起源は盛岡市那須川町にございます三石神社の三石伝説に由来していると言われております。その昔、南部盛岡城下に羅刹という鬼が現れ、悪さをして暴れておりました。困り果てた里人たちは三石神社の神様に鬼の退散を祈願いたしました。願いを聞き入れた神様は鬼を捕らえ、もう二度と悪さをしないよう境内の3つの巨石に鬼の手形を押させました。諸説ございますが、岩に手形、岩に手、岩手、これが岩手県の名の由来だとも言われております。鬼の退散を喜んだ里人たちが三石の周りをさんさんさんさと言って踊ったことが盛岡さんさ踊りの始まりだとも言われております。盛岡さんさ踊りの合いの手に、さっこらちょいわやっせとの掛け声がございます。このさっこらを漢字に表しますと、幸せ、呼ぶ、来ると書きます。本日ご覧いただいている皆様のもとにも幸せが訪れますよう願いを込めて踊らせていただきます。昨年1月、2023年に行くべき世界の52カ所にも選ばれました盛岡市。昨年からずっと盛り上がっております。ぜひ8月の盛岡さんさ踊りにもお越しくださいませ。お待ちしております。それでは最後の演舞となります12拍子、引き続きお楽しみください。三沢踊りの皆様、ありがとうございました。
皆様、今一度大きな拍手をお願いいたします。今回はミスサンサの皆様、ミスサンサ踊りの皆様たちと一緒に写真を撮ることはできませんが、お客様が現在いる場所から集合写真を撮ることはできます。白い線の位置からの撮影をお願いいたします。ミスサンサ踊りの皆様から見て正面左側、右側を順番に向いていただきます。では正面からよろしくお願いいたします。それでは左側をお願いいたします。それでは右側の皆様の方をお願いいたします。